第18期本因坊戦以後の第18期本因坊戦は、1962年に挑戦者決定リーグ戦を開始し、本因坊ジュに、前、本因坊の高川各球団が挑戦する七番勝負が、1963年4月から行われ、坂田が4勝2敗で、防衛、3連覇を果たした。新規リーグ参加者は、 前期陥落から即復帰の島村敏弘九段と宮下秀弘九段、二回目の参加となる梶原武雄八段と対中心八段の4名。リーグ戦は前期シードの前期挑戦者、半田道元、前々期、本因坊の高川角、及び北に実る橋本宇太郎と新参加4名により、1962年11月2日から、 翌年3月11日までで行われた。結果は高川が第6戦まで全勝し、最終戦を待たずに挑戦を決めた。坂田本因坊に高川が2年ぶりのリターンマッチを挑むる7番、勝負は1963年4月から開始された。戦前の予想は、これまでの対戦成績で高川が圧倒的に不利であるにかかわらず、高川の実力の再評価により、 五角と言われた。また高川はこの年に挑戦者になるまで10勝2敗と、好調で、自身もこの頃は、気持ちも、五の内容も充実しており、リーグ戦を勝ち抜いて挑戦者になるくらいは、その気になれば、いつでもできると考えていたと語っている。第一局は、東京本郷の立岡で行われ、白番坂田が、必勝の五だったが、 高川の粘りで白の大石をしのぎ損じて逆転した。第2局は山形県東根町東根温泉吉田川で行われ、立ち合い人、長谷川明、感染期は大岡翔平。坂田が序盤の優勢を堅実に守り抜いて、先番中を押しがち。3局目は愛知県蒲郡市、三谷温泉吹き抜きで行われ、感染期は尾崎和夫、 津島都市一日本起院総裁も同行し、130手まで白番坂田中央し勝ちの干渉。第4局は、福岡県北九州市八幡製鉄貢献クラブ、白番高川のペースで白番八木半勝ち、2勝2敗のタイとなった。第5局は、京都市国際ホテルで、感染期は、梅崎春を、千番高川が1日目を優勢で進め、2日目に、 坂田の勝負手で、形勢は接近し、高川が寄せで間違えて坂田が逆転で反目勝ち。第6局は、後見市、湯河原清光園で行われ、坂田の後局で千番の顔し勝ち。坂田が4勝2敗で防衛し、3連覇となった。坂田はこの年の9月には、第2期名人戦で名人を獲得し、選手権制発の名人、本因坊となっている。 7番勝負第1局戦版高川の2連戦の布石で始まり、中盤まで黒が打ちやすい形勢だったが、左上隅での戦いで白が優勢となった。107手目が1日目の封じ手となったところで、高川が長考し、疲労の激しい坂田が部屋に引き上げてもいいですかと尋ね、高川はどうぞと答えてから44分の長考の後に107手目を盤上に打ち、記録係に、 書き入れてくださいというという、珍しい封じ手となった。二日目になって、黒は、下辺の黒石を犠牲にして、上辺の白の大石を切り離して、攻撃をかけ、白が忍ぐ展開となったが、黒一が、妙手で、白の大石の右半分が取られることになり、黒の逆転勝ちとなった。七番勝負第二局このシリーズでは、坂田は黒番でも、白番でも、三三の布石を打った。 白24の後、黒は A につけ、白はその左に跳ね、黒切りという裁きになったが、黒51が、墨の攻め合いの手数を伸ばす意表をついた手で、これへの応酬を白が誤り、もともと白の締まりだったところが黒有利な一手寄せ甲となって、黒が大優勢になった。黒は白に、損攻を打たせたことで、コは白に譲り、右下、左上、中央の大所を打って、 その後も手堅い着手に終始し、差は縮まったが、237手まで黒中押し勝ち。最後まで作れば、盤面八目差だった。七番勝負第五局2勝2敗で迎えた第五局となり、高川としては、この局に勝つと、これまでの勝利パターンになると考えていた。13手目までは、リーグ戦での北に高川戦と同じ手順。中央の黒模様の消しで、 白は急所を逃し、黒優勢となった。坂田は形勢を楽観していたが、打ちかけの夜の2時頃に目を覚まして、盤面を思い浮かべているうちに、白の劣勢に気づいて愕然とし、朝まで一睡もできなかったという。高川も優勢を意識していたが、疲労が激しく、二日目の昼休憩でも食欲が全くなく、部屋で布団を敷いてもらって、横になっていた。休憩中に、 師匠の高原伊太郎と将棋の党内金吾が訪ねて来たが、高川は挨拶をするのも億劫なほどだった。白は、下辺の黒に甲を仕掛ける、勝負手から寄り付いていき、122手目で2甲を継ぎ、黒1と打って、しのぎはありそうであったが、白4から火星で形勢はかなり接近した。黒優勢で寄せに入ったところで、黒27。 29と当てたのが敗着で、当てに手を抜いて、白30と大きな逆寄せを打たれて逆転し、白半目勝ちとなった。黒27では3 2コスむのが大きく、黒30、白 A、黒 B と打っていればば、優勢を維持できていて、黒一目半勝ちであったろうという。高川は、こんな簡単なコスミをなぜ見逃したのか、自分でもわからない。 悔しさと虚しさで、その夜は一睡もできなかったと語っている。AB、収穫うろうろ話。ありがとうございます。